この時期、新千歳空港は例年帰省や旅行客で混雑しますが、今年は違います。新型コロナウイルスの感染拡大で、政府が今日から GoTo トラベルの運用を全国一斉に停止し、航空各社の減便の影響もあり、大きな混雑は見られません。本当は使って、小樽とか、函館関係全部回ろうかと思ってたんですけど、ちょっと札幌中心でやめることにしました。コロナの関係で、我慢というかしょうがないかなというところはあります。 GoTo トラベルの運用停止は1月11日までの予定です。